こんにちは、森本です。本日は DJ 解説動画となります。よろしくお願いいたします。というわけでですね、この動画では世界中で活躍されているトップ DJ であったりとか、まあ、世界中にですね注目されている若手ルーキー DJ の動画を見ながらですね、まあ、DJ がどういうことをやっているか的なことをですね、この私の、森本のですね DJ 目線で解説させていただく、そういった動画となっております。なのでこれからですねクラブミュージックに詳しくなっていきたいと思っている方であったりとか、まあ、クラブミュージックのですね、まあ、DJ を始めてみたいなであったりとか、 DJ 始めたばっかりだけど、まあ、DJ が本当に何やってるのかまだよく分かっていないみたいな、そういった方のですね、まあ、初心者 DJ がですね見ていただければ役に立つ内容になっているかと思いますので、ぜひぜひ最後まで見ていただければ嬉しいです。でこれをですね、解説しているお前誰だって思ってらっしゃる方いらっしゃると思いますので、簡単に説明させていただくと、私はですね、まあ、ヨーロッパのテクノハウス系のレベルから、まあ、約10タイトルほどですねシングルをリリースさせていただき、まあ、月1、クラブでですねDJ をさせていただいているので、もう全くの素人ではないので、まあ、ある程度ですね、まあ、知識がある人間がちょっと喋っているっていう、そういう感じですね、聞いていただければ嬉しいです。では早速動画を見ながら解説させてください。はい、今回ですねピックアップさせていただく DJ はですね、ブラジルサンパウロを拠点にですね活躍されているコントラナチュラという、DJ ですね、非常に呼びにくい名前なんですけども、この方、本当にめちゃくちゃかっこいい DJ で、まあ、近年私の中でもですねかなりこうおすすめしたい DJ の一人なんですけども、まあ、彼女のプレイの、なんすか、テクニックどうこうっていうよりかは、まあ、彼女の、プレイしてるこの、なんすかね、プレイスタイルっていうところ、音楽のスタイルっていうところをですね、非常にこう、私は好きで、それをですね、紹介させていただきたいと思っているんですけども、それ何かっていうと、まあ、聞いていただいた通りですね、かなりこう、独特なサウンドで、構築されている DJ プレイとなっています。なのに、フロアにいる人がですね、結構後方の方までですね、体を揺らすっていうところですね。これが彼女のですね、まあ、素晴らしいところですね。この動画のですね、まあ、本編の方は概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、そちらを見ていただければ、そちらの方がですね、だいたい46分とですね、ちょっとまあ短めの尺にはなっているんですけども、しっかりと、彼女のですね、世界観が感じられる、DJ プレイをですね、感じられる長さになっていると思うので、ぜひぜひ聴いていただければと思います。そうすると、この、彼女のプレイスタイルの独特性、独創性っていうのがですね、より伝わると思いますので、本当にまあお時間ありましたらぜひ見てほしいです。で、これのですね、まあ、どういったところをですね、私がもう本当に惚れておすすめしたいと思ったかっていうとですね、彼女のこのサウンドが本当になんか、まあ、要は踊らせるための音なのかどうかわからないようなものを使って踊りたくなるような仕組みを作っているところですね。これがもう非常にうまいところですね。なんか、まあ、特にですね、この後半の方にですね、今、私がこれ喋ってるのが、開始15分ぐらいからのところなんですけども、20分ぐらいのところにですね、ローのサウンドがなくて、どちらかというとこう、ミドルとかの音と、ボイスの音がですね、ずっとこう、絡まっているような、そういったリズムが続くんですけども、そうなってくると、今流れてるような、結構このローが効いてるサウンドが好きな人にとってはですね、非常に、物足りないんですよね。でも、この、なんですかね、リズムが取りづらいところでも、リズムを取ろうとするところが、まあ、要はラテンの血なんでしょうね。なんかこう、ダンスにかける、こう、思いが強い血が入ってるんだと思うんですけども、で、そんな難しいリズムでダンスできるんだっていうぐらい、細かいリズムでですね、ダンスして、ローが戻ってくるのをですね、じっと待つんですけども、これがですね、一般的にある32小節ぐらいのこう、ロングブレイクで待ってるとかではなくて、ミドルの音とこのボイスだけでですね、どんどん展開していくのがですね、まあ、数分続くんですね。その後に、ローが戻ってくるんですけども、その前のそのミットとそのボイスが絡まってるところのリズムも、本当に4つ打ちっていう単純なリズムじゃなくて、
なんかいろいろこう難しい絡まったようなシンコペーションとかをですね、いっぱい使ってるようなリズムなんですけども、そういったもので構築しながらもみんなが踊ってきて、次に四つ打ちが戻ってくるのでですね、まあ、必ず四つ打ちが戻ってくるので、それをですね楽しみにみんな待つわけなんですよね。そこまで四つ打ちを引っ張ってもこうみんなが踊るっていうのは、まあ、地域性もあるんでしょうけど、やはり彼女がですねその世界にですね没入できるような環境をですね、事前にこう組み立てていき、後半の方でそれがですね実際楽しめるような状況をですね作っているっていうところが、まあ、彼女のそのプレーのすごいところなので、それをですね、まあ、こう簡単にこうちょっと10分程度で喋るのは多分難しいので、もう何かいただけたら一からですね見ていただければそれですごくわかるっていうところですね。それがこの動画の楽しみ方の一つかなと思います。でさらに、これからクラブミュージックを聴いていきたいと思っている方にですね、まあ、私からですね一つ助言的な、まあ、ちょっとこうマウント取るような、話の仕方になるかもしれないですけども、国によってですねこう流行る音楽のスタイルってやっぱ全然違うんですね。それはもう日本人が一番よく知ってると思うんですよね。アメリカの方でですね大ブレイクしたからといって必ずしも日本で大ブレイクするかというとそうではないですし、日本で大ブレイクしている楽曲が海外の方でブレイクするかというとそれも違うじゃないですか。で全米が泣いた映画でも日本人が泣くかって言ったらそうじゃないですし、日本がですね作った映画で興行成績をですね1位2位を取っているのってアニメだったりするじゃないですか。でも海外で、本当に年間のですね興行収入をですね1位2位をですね取るのがですねアニメじゃないっていうところもあったりするじゃないですか。という感じで国によって、まあ、何が流行るかとか何が好かれるかっていうのは全然違うんですけども、でもその国でめちゃくちゃ好かれてるってことはそれなりに楽しい部分がいっぱいあるからなんですね。だから日本で流行ってないから聞かないとかっていうのではなくて、その国で流行ってるのってどんな音楽なんだろうっていうのをですね興味を持ち続けていただくことで、いつまで経ってもですね新しい音楽がこう耳に入ってくる機会というのがですね絶対なくならないと思うんですね。私も結構こういろいろな音楽を聴いているので、いろいろなこう音楽のジャンルの新しいもの、まあ自分が好きなものがもうメインになってくるんですけども、まあ、その中でも自分が好きになったものしか結果自分のこう中にこうふっと入ってはこないんですけども、とはいえ世界でですねどういったものが入ってるのかなというのはですね常に気になっているので、なのでいろいろとですね新しい DJ を見つけたりとかできているのかなと思っております。なので皆様もですねいろいろこうなんですかね視界をこうふっと広げて、いろんなアーティストにですね目を向け耳を向けていただければ、本当にもう自分が大好きでたまらない音楽のジャンルに出会う可能性が非常にあるかと思います。で今ですね日本でクラブミュージックをですね好んでですね聴こうとする人って、多分日本でですね生まれているサウンドとかにそんなにですねこうハマる音楽っていっぱいないのかもしれないですね。もちろんゼロとは言わないんですけども、もちろん必ず日本発祥の音楽でも皆様の心にですねハマる音楽はあると思うんですけども、ただそれではですね満足していなくて、もっとこう刺激的なものをですね探されている方がいらっしゃると思うんですね。そういった方はですねもう絶対に海外の方にですね目を向け耳を向けていただいて、いろんな音楽をですねご自身からこう掘っていくっていうのがですね一番いいかと思います。なのでこういろんな音楽に出会うそのきっかけとして私のこの DJ 解説動画であったりとか、そういったものを使っていただければ嬉しいなと思っております。この動画のですねイベントはですね結構この方だけじゃなくて他の DJ もですね何人か出ているんですけども、まあ、全体通してですねこう怪しげな雰囲気というか怪しげなこうニュアンスがですねずっと続いてるんですね。この画像で出ている人たちも男の人であって男の人じゃないっていう感じ、女の人であって女の人じゃないみたいな人って結構いるじゃないですか。男であって女であるみたいな、女であって男であるみたいな。でなんか年を重ねてるからとか重ねていないからとかではなく、ここでは本当にこう自由であろうとする人がたくさんいますよね。多分それって自由じゃないからだと思うんですけども、そういったこう矛盾の中でいろいろなものをですねこう作り上げている彼女たちのこの世界観っていうのは、多分日本ではですね見る機会が非常に少ないと思うんですね。ゼロだとは私は思わないんですけど、私はこういうの知らないので、なのでこういったまあ動画でですね世界中が発信している音楽であったりとかカルチャーも楽しめるので、この動画のですね、まあ、本編の方概要欄にリンクを貼っているというお話させていただいたんですが、こちらの動画を見ていただくと関連にですねこのイベントの他の DJ のですね、プレイのなんか動画が上がってくると思うんですけど、ぜひぜひそれもですね見ていただいて、この世界観、楽しんでいただきたいなと思っております。
こういったクラブミュージックはただサウンドだけじゃなくて、あのカルチャーも一緒に楽しんでいただくものだと私は思っているので、なので、まあ、オンラインで、音楽を聴くっていうのもいいんですけど、このオンラインでこのクラブのイメージも楽しんでいただいたりとか、さらに言えばオフラインで現場に行って楽しむのもいいと思いますし、まあ今からですね、ブラジルに行くのがですねきついって思っている方は、まあ、近くのクラブ行ってちょっとそこでオフラインで音楽を楽しむっていうのもいいと思いますし、なので、まあ、いろんな音楽の楽しみ方がですね今できるので、その選択肢の広さを使っていろいろ新しい情報とですねご自身がですねこうリンクさせていただければいいかなと思っております。というわけでですね、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。また新しい動画をですねこれからも作っていきたいと思っておりますので、応援していただければ嬉しいです。動画がですねアップした際に連絡が行くようになりますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。それではどうもありがとうございました。